よりパワフルに。より大胆に。すべてのベイトジギングアングラーを新たな領域へ、さらなる深みへ。ソルティガ、ハイパードライブデザイン。ソルティガで目指したのは、すべての基本性能の水準を高め、ジギングをより楽に快適にすること。革新を遂げ、次世代ベイトリールの象徴へ。ハイパードライブデジギア、パワーと耐久の要であるドライブギアを従来比 5% 拡大。その結果、回転耐久性が向上。さらにギアノイズレベルを 50% 以下へ低減させることにも成功。ギア波面設計の進化により、ドライブギアとピニオンの噛み合い率が向上。ハンドル初動力の軽さに加え、滑らかでパワフルな巻き上げ力を発揮する。ハイパーダブルサポート、ピニオン両端のボールベアリング2点支持構造により、負荷がかかった状態でも力強い回転フィーリングを体感できる。ドライブギアの大口径化に伴い、ピニオン部ギア径も従来比 6% 拡大。メンテナンスが行き届きにくいハンドル側ボールベアリングにはマグシールドボールベアリングを搭載。ピニオン駆動部の高耐久性をも実現した。ハイパータフクラッチ、過酷な環境でも壊れにくい高い信頼性を実現。今回新たに高強度ステンレス素材と絶縁パーツを組み合わせた2枚構成のクラッチプレートを搭載。安心して長く使い続けられるクラッチシステムへと進化した。さらにジギングで使いやすいクラッチレバー形状や作動域を追求し、細部にまで手を加えている。ハイパーアームドハウジング、精緻な巻き心地とハイパワーを生む筐体システム。スプールやギアなど回転性能に関わる重要パーツを精度高く支持することで、ジャーク時にもブレず、ガタつかず、たわまない。アングラーへかかる負担を軽減する。ユーザビリティ、すべては狙った魚を取るために。オンリーワンのジギングリールを目指すために、新たな技術や細部の形状にこだわり続け、さらに磨きをかけた。 ATD ドラグには ATD を採用。多番構成により15クラス最大のドラグ力を発揮する。カーボンワッシャー仕様でスムーズな滑り出しはもちろん、高負荷時でも高い耐久性を誇る。またドラグ引き出しクリック構造を刷新。歯切れの良いサウンドでターゲットとギリギリの攻防をアングラーへと伝える。操作性を重視した新形状スタードラグで手当たりを改善し、盤石の体勢を築いた。アノードプロテクション、アノードプロテクションとはリール筐体などの金属腐食の進行を和らげるために、アノードプロテクションプレートを搭載した新たな機能。アルミなどの金属が腐食する代わりに、亜鉛製のアノードプロテクションプレートが腐食を引き受け、金属腐食の進行を和らげる効果がある。また市販のマイナスドライバーで簡単に交換可能。船外機エンジンの本体を守る防食アノードと呼ばれる技術をリールに応用して組み込んだアノードプロテクション、ダイワリール初搭載となる。サムホールディングフレーム、スプール内側へ向かって傾斜角度を設けた新たなフレーム形状。それがサムホールディングフレーム。傾斜面に親指を沿わせることで、海水で濡れた状態でも滑りにくく、すっぽ抜けリスクが激減する。親指の角度が立たず、見た目以上にコンパクトに握ることができる。そのため安定したジャークを行うことが可能となった。ハンドル、
最も汎用性の高いスタンダードモデルにはワンピッチジャークやジグのスイミングなどの脇挟みスタイルに最適なアルミ製クランクハンドルアームを搭載。そして清水和成氏とタッグを組みスタンダードモデルを磨き込んだスロージギングスペシャルモデルにはダイワのカーボンテクノロジーで磨きをかけた板厚5ミリのカーボン製クランクハンドルアームを標準搭載。軽量かつ高感度でありながら大型ターゲットとのやり取りでもたわむことのない光合成なハンドルを実現した。さらにアーム内側に面取り加工を施しジグをリフトする際の手当たりも滑らかにした。清水和成氏の思いが詰まったソルティガがジギングアングラーを新たな領域へと誘うだろう。かつてない回転、操作、耐久と基本性能を大幅に高めたジギングリール、ソルティガ。圧倒的な巻き上げパワーと操作性と耐久性と全てのベイトジギングアングラーをさらなる深みへ。ソルティガ誕生。